権限の力が満ちている。パラドクスが動き出すとしたら。行くのか姫よ。あの細身の小僧、名は。ハイドか。あいつには悪いが、やはり我々だけで行こう。あれを連れて行かぬのには賛成だ。威勢は良くともまだまだ小僧、武人の覚悟。そうだな。しかしあの女の背後に潜んでいるであろう、アイオン。小娘風情が言うようになったわ。いつも通りにわしが一人でしょ。もっともお前のことだ。どうせ言っても聞かぬのだろうな。話をすれど無駄。いつもお前にばかり危険な役目をさせてすまないな。お前ほどの武人に鍛錬を受けて。相変わらず口だけは達者なものよ。ハイド、妙な真似はせず、おとなしくしているよ。今回。厄介なのが現れたな。退屈しないで済みそうだ。ファーストクローズ、ディバイド。それでは、あるな。無駄だ。男は。セカンドクローズ、ディバイド。それで終わりだ。なかなかやる。どう、足元が爪が甘い。今のは惜しかった。固める、固める。今のは惜しかった。固める、こっちだ。なかなかやる。よくできました。みんなとだけ言っておく。わたしに蹴取られずに。止まらん、止まらぬぞ小僧。抑えが効かぬ。これはなん、それと今私のことを小僧と呼んだことは忘れていないからな。この成長期の体。我が身が人ではなく、それこそ我が意志が求める。なぜ泣くのか知らぬ。なぜ悲しむのか知らぬ。人としての最後の記憶か。言葉通りの思いに焼き付き、いずれにせよ理由や過程など考慮に値しない。お前ほどの大物をみすみすに。貴様らとて恋なき獣を切り捨てるにためらいはなかろう。そうだな。正義の反対は悪ではない。これは単なる生存競争だ。私はお前を撃つ自分、人間を正義だと言う気はないよ。浅ましく這い回る横島な獣。私がお前に打ち勝ったのなら。ファーストクローズ、ディバイド。目は覚めたか。見えない。リン、見事だ。セカンドクローズ、ディバイド。ヒャッ、ダウン、ダウン。ヒャッ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 、
固める。いいね、痛みだ。怖い。爪が甘い。クーだ。みんな、リンリン。私とて、幾多の窮地を越えてきた。厄介なのが現れたな。やる気だね。ファーストクローズ、ディバイド。無人の、それでも無人じゃん。話によし、セカンドクローズ、ディバイド。今ジャンプ、ヘイ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 ヘよしかね。よし。ぜひだ。くぎれろ。なかなかやめる。よし。それで終わり。今シュート。いきよ。この程度シュート。よし。爪が甘い。ボール。よし。今シュート。ぜひだ。よし。止まり。よし。話にならない。頭。いきよ。まだだ。かわすことも受けることも叶わぬ。神をもなぐ真なる刀。ホムラ一瞬悪くない。楽しめた方だ。リンリン。こんな場所で奇遇だな。一人で散歩か。リヒトクライスの小娘。な、小娘って何よ。あなたの方が小さいでしょ。その身長とか。そうやってすぐ怒るところが可愛らしい小娘だと言うんだよ。親切心で言っておくが、人を…なるほど。情報通りの言動及び背格好、あなたが野党の姫、リンネ。そこまで知っているとは、さすがリヒトクライス。有名すぎるというのも考えものだな。野党の姫、あなたがここにいる目的を聞かせてほしい。返答次第ではリヒトクライスの執行。勘違いはしないでほしいな。私はもう野党の名に未練なんかないんだ。むしろ野党の滅びを最も願っているのは、バカなことを。仮にも秘めたる身であるあなたがそのようなことを考えるはずもない。何を企むか知りませんが、このままこの夜のもとを自由に歩かれるのも煩わしいもの。あのな、正義の味方を気取るのなら少しは聞く耳も持つべきだぞ。まあいいだろう。これも老婆心というやつだ。ファーストクローズ、ディバイド。いきなりエヴァージョン。いや、行かせよ。やりますね。やっ、あ、ピエン。そんな、あ、当たれ、ピエン。ピエン、こうかな。ピエン、この、レイ、当たれ、レイ、当たれ、ぜん。やりますね。崩れろ。見逃した。あ、はい、レイ。抜けただろ。爪が甘い。詰める。やっ、無人重さ。当たれ、えい、ピエン。えい、ヘリャー。ちゃんと瞬殺、ピエンして。目は覚めたか。みんな、リンジ。したことがセカンドフローズ、ディバイド。詰める。クーだ。
行きます。その手にチャスキーやっ、行きます。行きますか、中野。やっ、タイヤー、当たり、チャスキー。詰める、当たりの、チャスキー、チャスキー、詰めろ。最後まで分かりに、やりに行って、やりますよ。当たりの、当たり、行きます。あっ、ダウンロード。行きますか。なかなか行くんだ。よくできました。みんなとだけ言って、リンリン、やれやれ、出会いたくない相手というの。姫、お前がここにいる理由、ヤタとしての虚無狩りというわけではないようだが、俺の手にあるこの双剣、お前にならこの意味がわかるだろう。それは風滅の。そうか。なら、おしゃべりはここまでだ。お前を捕らえ、俺がパラドックスの首を取る。ああ、お前にも立場と訳があり、それは誤った道でもないのだろう。言われずともそのつもりだ。いや、お前は子供さ。起きてという錆びついた鎖に縛られないで。だが安心しろ、今ここで私がそれを断ち切り、お前を自由にしてやる。ファーストクローズディバイド。よっ、連携よ、後期やっ、当たれ、くだらん、見たんだよ、当たれ、くだらん、なんださ、避け、避けろ、連撃、捕らえられまい、かけ、貫く、こっちだ、かけ、この程度、後期、かけ、なかなかの腕利き、なかなか、ふうかけ、捕らえられまい、決めが甘い。当たり。ゲスリン。目は覚めたか？ミナ。こんな小石につまずくとは。セカンドクローズ。ディバイド。クーダ。クーダな。なかなかの腕。止め。キルトはこういう。なかなか。崩れろ、かけて、捕らえ、反撃、かけ、よくできました。みんなとだけ言ってもな。うなだれている暇などないはずだ。お前たちにとって。これはこれは。ようこそヤットのお姫さんが。こたび現れた夜の深淵。ふん、心にもないこと。いや。リンネの風術の施された。おおむねその通りよ。あなたは大事なお客様。この私にイモータライズを提供する、ね、教えろ。お前の目的はリバースの身と聞くが、なぜこんな真似をする。そうね、リバースは一つの目安ってやつ。せっかくイグジスを手に入れたの。ヤトもリヒトクライスも私たちアムネジアに潰し、倒し、壊し、犯し、浸し、崩し、滅して終わらせる。そ、だからあなたにはここで消えてもらいたいの。大層な志、感服するよ。しかし、ヤトの中にも今のお前のように慢心し、イグジスに溺れる者がいた。そして力を持つ者同士で内紛が起き、パラドックス。お前も同じさ。
自らが滅びるか、滅ぼされるか。この時この場を己が器の計りとし、我が討伐より逃れてみるがよい。ファーストクローズ、ディバイド。行くわよ。逃がさない。無残な。刺しなす、跳ねなさい。刺しなす、出なさい。こういうのはどう？こっちは。これはどう？刺しなす、跳ねなさい。刺しなす、出なさい。コンデンスグルーム。こっち。王女。よし、しない。行きなさい。刺しなす、跳ねなさい。爪が甘い。デイカー！デイカー！くずれろ！爪が甘い。さっ、やっ。やっくりもったいないやっ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 よし、しない。ブレイクダウン。我に、下の下だな。みんな、話にならない。どうした？この幼い身を見て、仏ご。さて、希代の魔女、まばゆき闇の昼だよ。これでおしまいだな。それとも、まだ何か切り札を持っているなら、見せてくれてもいいぞ。さすが、古来より悠久を生きながら会えてきた、ヤトの姫。乾杯だ。大し、ん？そうか。お前の場合、経験よりも性格の方が問題だと思うぞ。嬉しさが顔に出過ぎな上、攻撃が力任せ一辺倒で、ひねりがなさすぎる。これでは攻撃前に避けてくださいと言われているようなものだ。お前がその強力なイグジスをむやみに振り回せば振り回すほど、私は浮かれたその足を軽くすくうだけ。これだけで派手に転んでくれる、実に簡単なものだよ。どうだ？ご希望ならまだ重ねるが、この長年の経験から来る言葉を。ああもうくど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 、これだから年寄り臭いのって嫌いなのよ。もういいから、さっさとこのベセルにとどめ刺したら。ああ無論だよ。お互い情けなど不要だろうからな。こういう時あいつならお前を見逃しもするのだろうが、あいにく私はそういうお人よしに類する人間ではないんでね。さらばだ、パラドクス。お前ほどの者がこれで終わるとは思わないが、ベセレを貫けば近く再起は望めないだろう。この夜のもと、二度とお前とは出会わないことを願っているよ。まばゆき闇、最短の器足りうる手強い相手だった。あれほどの力を持つ者が自発的に生まれるとは考えにくい。裏に必ず糸を引く者がいるはず。そしてそれはおそらく栄光の紡ぎ手、我が兄クオンなのだろう。この身に眠る封印の割り符、あの男の求めるものはそれに他ならない。魂に紐づけられた呪いともいえるこの風術、解かれ奪われれば必ず惨事となる。腹を裂いて死ぬこともかなわぬ、この身が恨めしい。
この呪縛から解放される日、そんなものが本当に来るのだろうか。次の体、またその次の体、こうしていくつの夜を生きてきただろう。終わらせよう、今度こそこの体で全てを。断裂の免罪符が、ハイドがいればそれができるはずなのだから。